感じた膣炎を防ぐ5つの方法。イースト菌感染症、または感じた膣炎は、感じたと呼ばれる心菌が原因です。この細菌は女性の膣内や内臓環境に常在する菌です。免疫力のおかげで、通常は感じた菌の活動は抑えられているので、体に害を及ぼしません。健康体で、 体を清潔に保っていれば、感じた菌の増殖は抑えられ、膣炎も予防できます。しかし、免疫力が低下し、バランスが崩れると、膣炎の症状が現れ、気づくこともあるでしょう。感じた症の症状。デリケトゾーンのかゆみ。膣炎に最もよく見られる症状は、デリケトゾーンのかゆみで、 不快感が強い症状です。膣の外側が不快感が強くなると、痛みや赤み、かゆみが伴います。書くのはやめましょう。患部が痛み、症状が悪化する場合があります。折り物。感じた膣炎になると、白くて粘り気が強く、匂いのある折り物が出てくる場合があります。 この織物は、感じた膣炎ではなく、他の病気の症状である場合もあります。婦人科を受診し、症状を説明することをお勧めします。排尿時の痛み。膣で炎症が起こると、排尿時に焼けるような強い痛みを感じる場合があります。不快な症状ですが、炎症の深刻さによって、 症状の度合いが変わります。膣が敏感になる。感じた膣炎になると、成功時に痛みを感じる場合があります。症状の種類。上記で紹介した症状の現れ方は、個人によって異なります。少し膣が敏感になったかな、くらいの症状しかない人もいれば、激痛に襲われる方もいます。 また症状が一つしか出ない場合もあります。どのような場合でも予防策をきちんと行うことをお勧めします。感じた炎症を防ぐ方法。1. 清潔を保つ。デリケとゾーンを清潔に保つことで、感じた秩炎を防ぐことができます。清潔に保つ習慣を見直してみましょう。例えば、用を足した後は、 前から後ろに向かって拭き取るようにしましょう。こうすることで肛門の細菌から膣を守ることができます。2. 生理になっているときは特に気をつける。大人の女性4人に3人感じた膣炎になったことがあると言われています。生理のときは特にホルモンの変化、 また生理中の特定の薬の服用で免疫力が低下する場合があります。タンポンやナプキンは頻繁に取り替えるようにしましょう。膣炎を予防することができます。3. 特定の商品を避ける。デリケートゾーン専用の石鹸やデオドラントなどの商品がお店で買えるようになりましたが、それらの化学商品にはよく、 膣内の細菌環境に影響を与える酸性 pH や他の刺激を与える成分が含まれています。結果、そのような商品は避けた方が良いでしょう。また、バブルバスやオイルなども避け、感じた膣炎になるリスクを下げましょう。4. 下着とタオルを定期的に変える濡れたタオルは特定の心筋や細菌の増殖には、 とてもいい環境です。ですから、綺麗で乾いたタオルを使用することで、膣炎を予防することができます。また、合成繊維のタイトな下着を身につけていると、菌の増殖を促してしまい、膣炎になる可能性があります。綿素材の下着を身につけ、デリケートゾーンも綺麗で乾燥した状態を保ちましょう。5 抗生物質を服用する。抗生物質を服用することで、感じた心筋などの細菌を排除することができます。抗生物質をすでに服用しているにもかかわらず、感じた心筋に悩まされている場合は、医師に他の薬の服用の必要があるかもしれないと相談してみましょう。他の理由で、感じたの予防が難しい場合もあります。 例えば、糖尿病の女性は、血糖値のバランスを保つのが難しく、膣炎になりやすい傾向があります。血糖値が不均衡な場合、体内のイースト菌の増殖が早まるからです。よって、感じた膣炎になる可能性も高いということです。妊娠中の女性も感じた膣炎になりやすい傾向にあります。 妊娠中は膣内が酸性で、細菌が増殖しやすい環境です。